ニサはトルクメニスタン南西部、アシガバート郊外に残るパルティア王国時代の都市遺跡である。王の建造物群のあった旧ニサと民衆の居住地区であった新ニサとから構成される二つのイオカで、いずれも城壁に囲まれ、互いに 1.5km ほど離れている。これら二つのイオカは2007年にユネスコの世界遺産に登録された。 ニサは、紀元前3世紀頃に成立したパルティア王国初期の首都として機能していた。パルティア王ミトラダテス一世によって、ミトラダトケルトと解消されたこともあった。9、ニサは、城壁に囲まれた14ヘクタールほどのイい岡だが、その中で移行が集中している地域は、北部と中央部に分かれる。北部には、 王の宝物庫などがあったと推測されており、様々な工芸品や刀片などが出土している。刀片に刻まれた文字情報は、初期パルティア自身による貴重な資料である。旧ニサの中央部には、巨大建築物群の遺構が残っている。新ニサは城壁に囲まれた25ヘクタールほどの異岡で、市街地の遺構が残っている。パルティア王国滅亡後も滅ぶことはなく、 中世には300年ほど栄えた時期もあった。スタリル景気となったのはモンゴル帝国の精神である。ニサの遺跡の発掘は1930年に始まった。現在はトルクメニスタンの国立歴史文化公園に指定されており、保存のための様々な制約が存在している。トルクメニスタン国内には同種の公園があと7つある。ニサの公園は、 旧ソビエト連邦時代の1980年に設定されたものである。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。具体的には中央アジア史上の重要な王国パルティアの初期の建造物群を忍ばせる貴重な余化である点やヘレニズム文化の様式に強く影響されており、この地位が 東西交流の要衝に当たっていたことを示している点などが評価された。トルクメニスタン政府は周辺の景観も含めて登録基準にも当てはまると申請していたが、それは認められなかった。ありがとうございます。